A-104 の発射ペガサス衛星概要図。ペガサス衛星アポロ A-104 は、アメリカ合衆国のアポロ計画において9回目に、行われたサタン I 型ロケットの発射実験である。また、アポロ宇宙船のテストが行われるのは4回目。科学的探査の目的で使用されるのは、前回の A-103 に続いて2回目になる。A-104 の基本的な目的は、 地球低軌道における宇宙人の調査と最終核システムが正確に作動するかの確認であった。軌道は前回の A-103 と同じだった。ロケットと宇宙船も構造的にはほぼ同じもので、前回との変更点は指令船に姿勢制御用の小型反動ロケットと上昇中の機体の温度変化などを計測する装置が取り付けられたことだった。また搭載された ペガサス B は重量が 1397kg で外寸は前回のペガサス A と同じであった。A-104 は1965年5月25日7時35分1秒、ケープカナベラルの37バイト発射台から打ち上げられた。サターン I シリーズで夜間に発射が行われるのはこれが最初であった。10.6分後、衛星は正常に軌道に投入された。 宇宙船、ペガサス B、使用済みの第二弾ロケットなど、軌道に乗ったものの総重量は 15,473kg であった。ペガサス B は、その後1968年8月29日に、通信が途絶えるまで、データを送信し続けた。大気圏に再突入したのは、14年後の1979年11月3日であった。 計画全体にこれといった失敗はなく、ほぼ完全なものであったと言ってよい。ありがとうございます。